豊川、蒲郡、新城、幸田、北摂、稲部の皆さん、若手改革派衆議院議員今枝宗一郎です。私は9歳で大きな病気になりました。しかし医療崩壊で満足な医療が受けられず、自分のような人を作らない医療制度を変えたいと思い、医師と政治家になることを誓いました。医師となり、在宅医療を通じて患者さん、その家族、そして地域との関わりから一人一人を大切にする政治が必要だと強く感じました。そして9年前、皆さんが日本一若い国会議員、28歳の私を選んでくださいました。医師として、政治家として、コロナの被害と家計への圧迫を最小化するために実現をさせてきたものがあります。しかしこれから実現させる必要があるものもたくさんあります。医療従事者が他の地域と比べて少ない三河エリア、自らボランティアで数千人へのワクチン接種も行いました。私が向き合う命は医療現場だけではありません。こぼれ落ちそうな今の幸せを守る、今困っている人の役に立ちたい、節目で迷った時ワクワクする方を選べるようにする、これが私の役割です。妊娠、出産から子育て、高校、大学までの家計への負担を減らし、生まれ育った地元でやりたいことを実現する社会に変えていきます。今枝宗一郎にあなたの声を聞かせてください。悩みを教えてください。あなたの声を届けさせてください。一緒に今を変えていきましょう。